芸大の卒業生ってどんな人がいるの？ん？あの人は大人気ソウルバンドのウォンクやミレニアムパレードのキーボードを担う江崎綾武さん、キングヌーやバウンディの作品にも参加している音楽家。そんな江崎さん最大の武器がハーモニー。音楽はハーモニー一つで劇的に変化するんですって。ちょっとだけ教えてください。同様のキラキラ星ですね。これが？そう、急にエレガントなキラキラ星。どうしたらその曲が一番映えるかなみたいなことを、まあ、今はもうずっと考えてるというか。そして芸大の学生時代に同級生だったキングヌーのメンバーたちとの不思議な縁が。それこそ、ね、ミレニアムパレードキングヌーの常田との出会いも芸大の学園祭芸祭で石若春バンドってやるから来てよって言われて、当日の朝まで何の曲やるのか知らない。続きは YouTube おしスタで。